市が発注する工事というよりはおととい、あのー、急きょ会見を開いた奈良市の中川市長市,市立小学校でのいじめをめぐる対応に不備があったと話した 全体的にやはり問題があったというふうには思いますのでこの点を踏まえてですねどう改善をしていくかをしっかりと検証しそして行動していくと奈良市に住む小学5年の A 子さん市長が問題があったとしたいじめの被害児童だ去年2月教室で突然同級生の男子児童に

子ども同士がじゃれ合ってできたような傷ではないと判断した栄子さんの両親は翌日学校に相談ところが学校は男子児童が栄子さんを蹴ったことを認めなかったというその理由は栄子さんは当時の状況を ロッカーの前に立っていた男子児童に蹴られたと説明一方で目撃していた別の児童は男子児童は座ったまま蹴っていたと証言した学校は男子児童の状況に食い違いがあるとして英子さんらの証言を聞き入れなかったのだ蹴ったのに蹴ってないって言ってちょっと嫌なか早く認めて。 うん、加害児童もやってないっていうし調査できないということだったんですねもっと調査あのいろんな子に聞いてとかこうしてほしいってお願いしたんですね調査をしてほしいそしたらその学校は警察じゃないってあの一言言われてしまったので学校に不信感を抱いた両親は警察に被害届を提出。 調査の結果、警察は男子児童が A 子さんの右足を足蹴りする暴行を加えたと特定し児童相談所へ通告したしかし、これを受けても学校側の対応は変わらなかったという4月に入り、学年が変わっても男子児童によるからかい行為は続いたすると。 朝ちょっとこう玄関で渋ったりとか行きたがらなくなってしまったりとかでもまあ,あの友達に会いたいから行ったりとかそんな繰り返しがこう長く続いてましたね。朝起きて二人で一番こう今日は大丈夫かなあいうのでおこしに行ってもこうやっぱり前の日何かがあったりするとやっぱり行きたくないとか。 いけないとか、うんうん、ということが起きのも見てるだけで辛くて辛くて、これまで四年生などまではそういうことってありましたか？うん、ないです。うん、学校はまあ大好きだったので、お友達ももちろんたくさんいて、えー、学校行くことも全然国にいや行きたくないなんて一回も行ったことがなくて。 こうした状況は数ヶ月間続くその間何度学校へ訴えてもいじめ調査が行われることはなかったそして去年6月さらに追い打ちをかける出来事が起こるこれは A 子さんが自習ノートに書いた作文そのタイトルには「嫌だ」と記されている。 悲しかっつらかった涙がこぼれたさらに先生に助けを求めるようこんな文章も書かれている「私は死ねばいいのに自分なんていなければよかった」。 しかし提出されたノートに当時の担任が書いたのは花丸だった。そしてその下にはこんな言葉が添えられていた。You can do it. Fight. あと花丸がついている。なんな,なんで？娘はもう心の叫びというか。 のも,もうだいぶ追い詰められてると思うんですよね助けを求めてたんだと思うんですよねこの「YouCanDoIt」っていう意味合いが全くとの理解できない9月英子さんは適応障害に両親は診断結果を受けもう一度学校側にいじめ調査を要望すると ようやく A 子さんの同級生全員にアンケート調査が実施され別の目撃証言が明らかになり学校側はいじめ重大事態と認定した両親が訴え始めてからおよそ9か月後のことだったまあ文章であのこうなりましたっていうのをまあ渡されて渡されただけっていうか。 謝罪なり校長としてね、謝罪の一言でもあるんだろうかと思ったら、何もなく。もっとちゃんと対応してくださってたら、まあ、娘はこんな状況にならなかったし、うん、あの安心して、もっと学校に通えたんじゃないかなって。重大事態の認定後、市教委などが経緯を調査。 MBS が独自入手した調査報告書にはおととしから去年12月にかけて A 子さんの手首をひねったり背中を鉛筆で突いたりなどの男子児童によるいじめ行為が12件あったと記されているさらに A 子さんのノートに当時の担任が「YouCanDoIt」と書いたことについて担任が司教委の聞き取りにこう説明していたことも明らかになった。 児童 A に、花丸をつけてほしいと頼まれ、花丸をつけにくい内容であることから、一度は断ったが、児童 A に頼まれたため、心配していることを伝え、花丸をつけ、励ましの意味を込めて、you can do it と記載した。担任は、A 子さんに頼まれたから、花丸をつけたと話したという。 しかし、A 子さんは担任の対応について、市教委は配慮に欠けた不適切なものだろうと言わざるを得ないと断じたでは、なぜいじめは9か月間も放置されてきたのか。 奈良市の教育長はこう説明したまあ非常にまあこう被害者の感情にまあもっともっとまあ寄り添ったまあ姿勢がまあ不十分であったのではないのかというふうに思っています、まあ、そんな意味では早期にまあ解決に至らなかったということについては非常にまあ反省すべきことだろうということで重く受け止めております。学校側は改めて 今回の対応についてどう考えているのか。校長は私たちの取材にメールで回答した。学校として反省すべきところは反省して、今後対応をしていく。被害児童が安心して学校生活が送れるように、被害児童の保護者が安心して、 児童を学校へ送り出せるように努力していく。英子さんの両親の代理人である弁護士は、学校側が第三者を入れずにいじめの調査を行ったことが問題だと指摘する。第三者が一人でもですね、えー、入っていればこういった。 ああいじめがああ実際には存在していたにもかかわらず、えー、その存在が、えー、認められない状態がです、ね、長期間にわたって続いてしまったということは、避けられたのではないかと重大事態の認定後も、A 子さんはこれまでの学校の対応や、蹴られた時の状況を思い出すなどした結果、今年1月、ストレス障害を発症。 今も症状は続いていいてるととう卒業まで残り1年とわずかしかし一家の学校への不信感は今も消えていない明らかに学校の対応が悪かったとかいうのは今明らかになってきているのにまだ,未だに一切学校が主教員からの謝罪が一言もない謝るべきところは謝ってほしいなと思いますね。 市は近く調査報告書を公表するという子どもたちが安心して学校に通えるよう一人一人に寄り添うことが教育機関に求められている。